おさん今回「訓中」にしましょうか「訓中」まあ、これはねなんか仏教のあれみたいなんですけどなんかあの野村監督もねまあこれをなんかちょっとあれだったとあれみたいな感じで言ってるみたいっぽいんですけどその小言が大事を生むっていうね小言が大事を生むっていうこれ野村監督が本出してるのはここ「庄司が大事を生むか」か庄司が庄司が大事を生むっていう あこれはこの本買おうかな。庄司が大丈夫っていう。野村監督が7年前ぐらいにこの本出してますね、うん。ちょっと買おうかな。うん、これいいっすね。庄司が大丈夫か。ちょっと買おう、うんまあな。なんでかっていうと、さっきですね。まあ この億万長者シリーズっていうのは僕999本っていう数値をこう入れてるんですけどやっぱねこうやり合う中でたまに間違えるんですよでそのチェックしてなくてでまたちょっとねこれミスってないかなと思って確認したらやっぱ数字がずれててまた今あの数字変えてるんですよ僕そのなんかムカつくんですよねそのしっかり再生リストに なんか再生リストに僕まとめてるんですけど、再生リストに999本って並んでて999話にしたいんですよね。だけど再生リストで、例えば5ってなってるのに動画は6話になってるとかね。まあそういうのが嫌なんですよ。だらもらきっちり揃いたいんですよね。うん。まあ久保さんもそういうふうにやってないんで多分気にしないと思うんですけど、僕はすみません。すげえ気にするんで、たまにね、だからちょっとやってるんですよ。 で今回も、まあちょっとす、なんか、百十何話、百十話か、百十話が、ちょっと被ってて、その数字が。今、やり直してます。少子が大事ですで。ちっちゃいことだけどね、たまると、大変なことになると。<laughs> 超めんどくさいです、これ。一個、一個使えと。いってらっしゃい。